はい。また行っちゃった。誰に向かって言ってんだろう。ただいまなんて、もう俺の独り言だわ。3年も一緒にいたのか。長かったよな。あいつがいないと部屋が広いな。それにしても俺って料理こんな下手だったかな。洗濯物だって俺がやったんじゃシワシワで、あいつみたいに綺麗に畳めないし、一人なのに意外と部屋汚れるんだな。ゴミの日、次いつだっけ。ああ、できなさすぎて笑える。あいつ一人で黙ってやってくれてたんだな。それなのに俺はいつの間にか何とも思わなくなってた。最後にありがとうって言ったのいつだったかな。あ、ここかわいい店だね。前好きそう。覗いてく？今日はいいの？うん。なんかさ、今日歩くの遅くない？そんなことない？でもこのペースだと全部回りきれそうにないな。初めて連れてきた時のこと思い出すわ。ここでやってたサーカス目的で俺が行きたいって言って、その後時間足りなくなって結局全部回れなかったよな。またいつでも来れるよとか言って、2回目がやっと今日。珍しくお前から誘うなんて。そんなに来たかったの？もしもし、話聞いてる？うん、ならいいけど。さっきから上の空、つまんない？じゃあ少し急ごう。全部見たいんだろ？あ、ここ写真スポットだってさ。撮んなくていいの？急いでても写真ぐらい撮ってもいいよ。いいんだ。そうか。行きたいって言った割にあんま楽しそうじゃないね。まあいいけど。なんとか回れてよかったな。やっぱデートコースにここいいと思うわ。今日来れてよかった？思い起こすことないくらいって、そんな大げさな。何？なかなか連れてこなかったの？根に持ってんの？また来ようぜ。
ってるけど、大丈夫？俺、なんかした？ねえ、やっぱりさ、今日、いや、最近おかしいよ。元気ないっていうか、いつもの感じじゃない。気になる。ちょっとこっち向いてよ。なんで目合わせないの？どうした？え？何？最後のデートって、どういうこと？俺たち別れるの？なんで？俺、聞いてないんだけど。私たち、会わないと思うって。急に何？別に毎日普通だったよな。それなのに。いや、意味わかんないんだけど。不満があるなら言ってよ。もういいのって。俺は全然良くない。勝手に決めんなよ。思ったことをうまく伝えられない私も悪いけど、言わなきゃ気づかないあなたとじゃダメだったなって。お前さ、思ってることそんなに俺に言えてなかったの？言わなきゃ気づかないってさ、そう思うなら、だったら言えよな。俺がすごい頑固だから、結局自分の意見を通す。だから言い返して喧嘩になったり、トゲのある言葉使いたくなかったって。ああ、そういう場面今まで何回もあったか？確かにな。喧嘩は本当にしたくないってお前言ってたけど、そっか。昔から頑固なのは認める。でもそんなに言いたいことを言わせなくしてたなんて気づかなかった。自分でもショック。さっきはだったら言えよなんてひどい言い方してごめん。私もごめん。話したら決心が揺らぐから、自分のためにもそう決めたって。
俺の方こそごめん。言えない雰囲気にしたのは俺のせいだよ。ただのわがままなガキじゃん俺。お前がいつも譲ってくれてたんだ。それが積もり積もってってこと？これからお前の気持ちに気づけるように悪いところ直すって言ってもダメ？だよな。お上着は悪いよな俺。ずっと一人で考えてたの？だから今日どうしてもデート行きたいって言ったのか？最後の思い出に。そっか。そっか。今までたくさん嫌な気持ちにさせたり傷つけたこと謝る。ごめん。本当にごめんな。分かったよ。あいつ元気にしてるかな。俺に優しくしすぎなんだよ。そんなんじゃまた誰かに泣かされるっつうの。そんなことねえか。俺に足りなかったもの持ってる男たくさんいるわ。俺のペースで振り回しちゃったな。振られて当然か。でもさ、でも仲良くなるのに必要な喧嘩もあるって思うの俺だけ？こんなこと言って未練がましいな。もう会えないけど、俺の悪いところ直すからさ、教えてくれてありがとう。なんで好きなのにあいつの性格ちゃんと組んであげれなかったんだろう。今頃気づいても遅いけど。ダメな俺だけど好きだったんだよ。この部屋にいるとあいつのことばっか思い出す。
とりあえず一緒に選んだカーテンは買い直すか。あいつの匂いするし。俺にはもったいないくらいいい彼女だったよ。出会えたこと感謝してる。ありがとうな。